牛が、首峠とは、石川県小松市にある標高約420メートルの峠である。小松市南部の新丸地区と大杉屋地区との境に位置し、新丸地区の小松市新保町西部にそびえるカブト山と、同地区の同市丸山町南西の津みの上とを結ぶ、尾根筋の安部にある。東峠の東に位置する新丸地区は、加賀平野を流れる一級河川の手っ取り川の支流の一つで、 ある大日川沿いに広がる、同市最南端の地区である。また、西に位置する、大杉谷地区は、一級河川架橋川の支流の一つである、大杉谷川の最上流部に広がっており、分水嶺となっている。新丸地区は、大日川の渓谷が、大杉谷地区は、大杉谷川の支流が形成する谷が、峠の最上部に、それぞれすぐ迫っている。尾根筋が狭く長い地形であり、これが、 牛の首に似ていることから名付けられた。新丸地区が福井半漁であった1601年から1668年までと、天漁であった1668年から1869年までは、隣接する大杉屋地区が加賀半漁であったことから、峠は両境となり、麓の飲みぐ大杉村の山崎には、1638年に、大杉口石書が設けられた。 天領時代から、新丸地区内では、林業が盛んであり、峠南部に位置する新丸地区の飲み群の農国村、及び道郡新保村から小松町に至る際は、東峠から大杉屋地区を経て、小松に至るルートが最短ルートとして使われてきた。しかし、同じ小松に至るルートとしては、東峠の北方にある西尾地区との境に位置する500峠が先に、 改作され、1919年以降は、自動車の通行が可能になったのに対し、東峠から大杉屋地区に至る大杉往来は、依然として人馬のみ、通行可能なルートであった。新丸村の村会議員や同村条約、同村村長、のみ軍会議員などを歴任した小中定松8月22日から1919 19 19年12月18日、や昭和30年代に、 石川県知事についた、多野充実の尽力で、東峠を含む大杉谷からの経路を大きく改修し、自動車が通行できるように改良された。牛が、首峠にある道標とお地蔵三峠の最長部は、開けており、尾根筋の里屋往来と、大杉往来が交わる三冊となっている。この三冊の角には、昭和五体天記念に、当時の新丸村青年団が設置した道標が、 建てられ、またその脇には、地蔵が祀られている。里屋往来は1923年4月1日に、丸山小松線及び丸山勝山線としてそれぞれ、県道に認定され、その後、丸山勝山線、丸山上本接線、主要地方道小松勝山線を、新丸地区内の国道416号の車道は、おおむね一車線であるものの、 東峠前後の区間は2車線に拡幅されており、東峠からカブト山へと続く南側の崖地は災害対策工事が施されている。大杉往来は1923年4月1日に新丸小松線として県道に認定され、その後丸山橋線を経て、現在の石川県道43号、丸山加賀線となっている。石川県道43号、丸山加賀線は、 東東下の最長部の交差点が起点となっている。この起点から、麓である、小松市、大杉上町に常設されている、異常気象時閉鎖ゲートまでの区間は一車線の、福音である。大杉谷川の谷を越えた地点までは急勾配の、坂道とヘアピンカーブが続く、自動車の行き違いが困難な境外区間もあるため、ところどころに退避所が設置されている、新丸地区から、麓の、 各方面へ、自動車で通行できる数少ないルートの一つでも、あるが、新丸地区の過疎化が進行し、同地区全域が冬季無人集落となったことから、現在では、冬季期間は500峠などとともに通行止めとなり、新丸地区への往来が完全に閉ざされる。ありがとうございます。